たちキャバ嬢に煽られてお気の毒。開いちゃう。はい、今日はデブが悪なのか決着をつけましょうね。新宿の超人気キャバ嬢セリナちゃんがツイッターでクソデブたちのことを、一瞬の快楽に負けてだらしない体、人に見られて恥ずかしくない、などと煽っちゃって、北はカラフトから南はラバウルまで批判殺到してますが、このセリナちゃんのお体をご拝観くだされ。セリナ嬢のこのプロポーション、さすがプロ。ただし男が本当に好きな体型はこれこれこれ。そんなセリナ嬢はイキッターで、あ、ツイッターで、太ってる人って痩せてる人に比べて病気になるリスクも高いし、寿命も短くなるのに、どうして太ったままいようとするのか謎、謎謎謎謎と述べた。お相撲さんをバカにするな、痩せてた方が見栄えもいいし、いろんな服も似合うし良くない、などとデブは煽ったツイートをした。もちろん批判は相次いだのだが、それだけではなく、このツイートに反応してくる人バカだよね、わらわら、私はその反応のためにわざとやってんだから、わらわら、炎上商法に乗っかって私のツイートを拡散してくれてどうもありがとう、などと自ら炎上商法を認めた。これについて我思うに、マツコデラックスは悪くないっすね。とても正しい発言で燃費のいい炎上だと思います。痩せるという競技のプロとして、痩せてない奴にマウントするのは当たり前。そしてデブは己のせい。もちろんまた変な専門医が、薬の副作用で太る人がいるとか、遺伝だとか、超少数意見を持ち出して論破しようとするけど、やっぱりデブのほとんどが自業自得である。ただ愚かなのはだな、好きなものを食べて、好きなことをして怒るのはなぜだ。だって美味しいものを食べて、やりたくない運動を避けて、求めてできた生き方で過ごして太っているのに、キャベツ太郎もろくに食えないキャバ嬢なんぞに何マウントされてんのさ。私の博識なおばあちゃんが、とある世界うるるん何菓子という番組で、とあるモデルタレントの花とかいう人が、滞在先の遊牧民のバーバーに、こんなに痩せてかわいそうに何も食べさせてもらえなかったんだね、しっかりお食べ、と号泣されたエピソードを面白話として語ります。体型の価値基準は様々。とある呪術なんちゃらの作者も、太い女が好きで編集者と喧嘩しちゃうし、僕らのヒーローなんちゃらの人もとにかく足が太い、それで世界の男どもを魅了している、それでいいんだすかい。セリニャ嬢は言うよ、毎日自分の醜い姿晒して歩いて恥ずかしいとか思わないのかな。思わないでいいんだよ。そのたるんだ体は、貴殿がしっかりデスクワークした賜物であり、好きなことをしまくった証。ブランド物や己のスタイルにしか美意識のない人間に煽られて、怒るクソデブとか全部ダメ、人間失格クソださ。そして賢者セリニャ嬢はありがたいお言葉をつぶやきます。見てていたいとか、普通になら見なきゃいい話なのに、自分でわざわざ覗きに来てるのクソ。めっちゃ時間の無駄遣いするの好きだよね、暇なのかな、とコツコツ数字稼ぎ。ちょっと思うのは、キャバ嬢さんって陽キャだと思ってたけど、草とか使うのって陰キャなのかな。まあいいや。さて、そんな養分のヤフコメンドも見てみようか。反応してくる人バカだよねには同意する。こういう品の悪いインフルエンサー叩いてギャンギャン騒ぐのって、彼らに栄養を与えてるだけってことにたくさんの人が気づいてほしい。彼らに一番大ダメージを与える方法は、人の道を解くことでもなく、論破することでもなく、タップクリックせず完全無視を決め込む人が一人でも増えることなんだよ。ってお前が一番反応しとるじゃん。だし動画にしてこうやって儲けるのが一番良いに決まっておろうが、しかも大ダメージを与える方法って、はぁ、大ダメージ与えたいんかい、こんな可愛いお嬢様に。情けないよの。さて、最後に月額20ドルも支払っている私の可愛い最新 AI チャット GPT 様に聞いてみよう。まずはマギー、太っているのは自分が悪いんですか？太っていることが自分が悪いという考え方は一面的な見方であると断言します。AI の分際で断言するんだ。ただ悪いと責めることはできません。ただし自分自身の食生活や運動習慣などの習慣にも太る要因があることは事実です。そのため太っていると感じた場合には、自分自身が変えられる部分について改善する努力をすることが重要です。しかし太っていることに対する社会的な見方や差別が存在することも事実であり、個人の問題だけでなく社会的な問題として受け入れることも必要です。体型について悩んでいる場合には、負担が大きい心理的なこともあります。そのため偏見や差別をなくし、より明確な社会を実現することが求められています。だってさ、 AI もキャバ嬢も太るのは自分のせいだってよ。私たちの負けだってこと。はい、お相撲さんは短命というのに、ああやってドスコイドスコイ盛り上げてくれていますよね。
はい、皆さんの熱いコメント待ってるぜー。